テレビをご覧の皆さんこんこにちは菰野町長の柴田孝之です本日は菰野町にある陶芸村に光慶さん行っていただくということで大変いいとこに目をつけられたのではないかというふうに思います。ぜひ私もしばらく行ってないのでどういうふうなことになっているかぜひ光慶さんつぶさに見てきていただきたいなと思います。ではっってらっしゃい 少々ありがとうございます陶芸村やってきました私陶芸村って言ったら何かこうアンテナショップのような形のところに行くのかなと思ってたら違うんですねそれぞれの窯元の方々がこう集まって作られているという部分で,でまた今回来ましたのがですね電子店のイベントで、えー、出品もいただいております新山窯やってきましたこちらの魅力も含めて、えー、陶芸村お届けしてまいります。 323年前になりますけどもあの隣の今亡くなりました伊藤圭先生があの薪の窯を焚いて見えたんです。逃亡があの麓のこう、まあ、団地みたいな家がいっぱい密集してるところにあったので煙でやっぱりあの周りにね迷惑かかると。で探して見えてここに小物陶芸村っていうか、まあ、自分の逃亡を作ろうと。 で薪の釜を焼こうということからここに入ることになったわけです。そしたらまあこの地域がちょっと場所が広いので、であと他の5名にも声をかけてもらいまして、で6名であの峠村という形で始めたんです。ここは一軒一軒がね独立してるんです。ですからまあそれぞれのところに行ってもらって作業風景を見たり作業場を見たり。 まあ、あの焼き上がったものを見てもらったりで作家ともお話をしてもらったりそういうような形での楽しみがいいと思います。あと薪薪のののののですすね陶芸体験教室の奥とのころに12連の薪の釜がありますでかなり大きな釜なんで、まあ、そういうのをあの薪で炊く釜はどんなものかっていうのを、ね、あの見てもらうこともできますんで。 やっぱり自分でまずこう全部やってみたかったっていうで自分の力を試してみたかったっていう実用的な庶民が使えるような値段のものを作ろうっていうその思いでここであの独立してやっていこうかっていう気持ちがあったんですけどもやっぱりそれだけだと何かこう物足りない。でじゃあ公募展にあの出してみて入選落選がある。ででそここ自分のこう 人ができないものを何かこう作ってみたい。まあ、あの、隣の亡くなった伊藤恵先生に相談したところが。あの、日本伝統工芸展という。伝統工芸の展覧会があるんですけども、そこに出品するようになったんです。それで、まあ、あの、三回目の時に。この、受賞できまして、朝日新聞社賞っていう。そこから。伝統工芸展に出品する作品と。実用的な、まあ、使ってもらって喜ばれる。 あの食器とか、まあ、花いけとかそういうのを日本建てててでででやっっここうってことで、まあ、今に至ってるんです、まあ、あの実用食器はあの非常にこう気楽な気持ちであの買ってもらって使ってもらった人が使いやすかったすごくこう料理がこう生えてよかったっていう、まあ、こんなようなものをあの自分なりに作っていきたいなというあの大きな作品で。 伝統工芸でに出品するものはやはりあのできたらできる限り自分がこう神経をです、ね、研ぎ澄ましながらなんかこう誰にもできないものを作ってみたいっていうこういう,こうロマンですね自分の夢がありますそういうで,ですからそれが世に残っていけば非常に、まああの嬉しいので、まあ、そういう何て言うんですかね夢の部分とこう楽しみながら陶器を作れる部分と両方を一緒にやっていきたいなっていう。 気がしてますけども陶芸の技法っていうのはすごいもう技法がいっぱいあってですねそれをみんなあの作家さんが駆使して自分のデザインを考えて作ってるっていうのが現状だと思います。幾何学模様が線模様様がが線多いんですねでその線の模様の白い細い線の部分は象眼っていいますけどあの柔らかいうちに溝を掘って後から白い土を埋め込みます。 で埋め込んでははみ出たところはきれいに拭き取るそうすると溝の中だけに白い土が残ってすごいきれいなシャープな線が残るわけです。であとの色の違うところはあの色のついた土をあのスポンジに含ませて叩いてつけたりで筆細い部分は筆で塗り分けたりこういうようなことであのやってるんです。ですからまあ象眼泥彩という泥で彩色するっていう。 書きますけども、造デ嵌霊祭の柿とかっていうような名前になるわけです。自分がやっぱり使って。あの心地いいものを使ってるっていうことで、こういう深いグリーンとか。ちょっと青系とか、あの少し赤入れたりもしてますけども、あと茶色の色は。まあ、自然の鉄分の色ですので、鉄があの入っている土は茶色いんですね。で、そういうものを、まあ、自分が。 あの無理しないすごく心地いいなと思う色を使って今こういうものに残ってるということだと思いますあのね陶器はまあほとんど僕はろくろで弾くんですけども若い時から一生懸命ろくろ弾いてれば技術は上がるんです。ですから結構大きなものを作れるようになる。技術よりりもやっぱりねね感性ですデ、ね、デザインデザイインン力がないと やっぱりあのそこで止まってしまって誰かのものまねで終わるっていうことになると思いますですからやっぱりその自分の感性を磨きながらこういろんなものを見てこう溜め込んでいくっていうこういうことが大事だっていうふうに、まあ、非常に感じます意識の中にとにかく溜め込もうと記憶するんじゃなくてそういうような気持ちでねいろいろものを見てますけどよくねあのアンテナを立てなさいとかって若い時からあのいろいろ言われましたけども。 あの本当にそういう受信するこう力、自分がそれだけの器を持っているかどうかということだと思います。まあ尽きないですやっぱりね、好きっていうことも、若い頃からそれはよく聞いてきたけども、好きでなきゃできんなっていうことはね、感じますね、だから好きだからね、ずっと続くんですね、終わりがないですよね。 やはり萬古といえばたくさんのものがあるこうやって皆さんがこう発展してきたというのがバンコ焼きですこれが一度に集まっていろいろなこの先生方のお話を聞けるこの場所というのはなかなかいいところだなというふうに思いましたいかかがでしたか実は西田さんなんですけどもこの町長室にも西田さんに寄贈いただいた大変立派な作品があるんですね。 小物町のバンコ焼きの素晴らしさとあとは身近に小物町にバンコ焼きが生きているというふうなことを感じていたわけではないかというふうに思っております私の母もですね、工場で働いていたことがあるというふうなことで子供の頃から深いつながりを持ったまさにソウル民芸品ソウル文芸品といいますかそういうふうなものですのでぜひ小物町にお越しいただいたときにも作刀体験などもできますので 菰物町の良さの一端に陶芸を通じて触れていただければなと思います。